シルビア・カートライトシルビア・カートライトはニュージーランドの法律家、元判事。第18代ニュージーランド総督。ダメとはナイトと同様の意味合いの女性の称号。ダニーデンの名門オタゴガールズハイスクール卒業。オタゴ大学にて法学を専攻し卒業。1989年にニュージーランドで女性として初となる地方裁判所判事に就任。 1993年に女性として、初となる最高裁判所判事に就任。最高裁判所の首席裁判長を務めアジア、太平洋国内人権機関フォーラムなどにも参加。主に女性の人権向上保護のために活動。2001年に総督に就任。任期は5年間だが2005年1月に任期が4ヶ月延長され、2006年8月任期満了。 この間、ニュージーランドの国家元首はエリザベス2世、首相はヘレン・クラークであり、国家元首、総督、首相と三拍子揃って女性であった。カンボジア特別法廷判事を歴任し、ニュージーランド総督退任後は弁護士として、オークランド女性弁護士協会の設立に参加し、活動している。ありがとうございます。